皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回はシートスラップを紹介してみます。はい、ということで今回はストラップの紹介です。で、ストラップについて紹介してくださいっていろいろ言われてたんですけど、なかなか僕はあんまりいろんな種類のストラップを持ってなくてですね、で今回生徒さんの協力を得ていくつかストラップを紹介してみたいと思います。まず紹介するのはこのシートストラップです。シートストラップって、まあ、僕はねほとんど使ったことないんですけど、よく使ってたのはウィーンにいた時に教会とかで演奏するときにシートストラップ使ってました。で、なんでシートストラップを教会で使うかっていうと、もう冬とかめちゃめちゃ寒くて、もう暖房もないようなところで石造りのもう氷点下の中で演奏しなければいけないので、コートを着たまま演奏するんですよ。そうすると僕いつもたすき掛けのやつを使ってるんですけど、それがつけらんないんですよね。で、それをつけて吹こうと思うと、どうしてもコートを開けてストラップを出さなきゃいけないので、それはちょっと億劫だなということで、ストラップをシートストラップにして、でコートマフラーを完全防備のまんま演奏できるようにしていました。で、それ以外ではほとんどストラップは普通にこう OKW っていうところが作ってるたすき掛けのやつをやってるので、僕はあまり馴染みがないんですけれども、これ使ってる人意外と多いです。アメリカで割とシートストラップ使ってる人は多いですね。僕もアメリカのオーケーちょっと行った時にみんなシートストラップ使ってました。で、シートストラップは吹奏楽部員の方にはちょっと向かないかもしれませんけど、結構楽器が重くて辛いよっていう人は使ってみるといいと思います。で、シートストラップって、まあ、こういうちゃんと下がカポッてはまるタイプのものがもちろんいいと思うんですけど、ファゴットってここに穴が開いてるじゃないですか。で、この穴が開いてるところに首にかけるストラップなんかでも、あのストラップの先が細いやつで、ここに入るような鍵がついてる場合は、ここにこの首のストラップの先っぽを通して、でお尻に挟めばシートストラップになりますので、ぜひお試しください。で、まあシートストラップっていう名前の通り、普通にお尻に敷きます。で、楽器をはめます。で、そしたら今度自分の楽器の位置を決めるのに、どこで座るかを調整します。で、シートストラップのいいところって、うまく構えればもうほぼ楽器の重さがね、このストラップに行きます。だからもちろんバランサーもいらないし、もう単純にここにこう乗ってるこの重さが下にストラップにかかってるので、もちろん体の負担もありません。ただお尻を浮かしちゃうとゴトッと落ちちゃうので、そこは気をつけてください。で、あんまり傾けるともちろん左手に楽器の重みがかかってしまうので、ちょっとシートストラップを吹くときに左手の重さを軽減したい場合は、立てて演奏するようにしましょう。で、立てて演奏するとき、前にあのベルバー、僕の先生が楽器を立てて吹いてるときにこのボーカルの角度を変えるっていう話でしましたけど、まあそういうのも試しつつ、まあでもそこまでするほどのことでもないかなと思うんですけど、まあシートストラップで吹くとこんな感じです。結構姿勢もね、シートストラップにしとくとあんまりこう悪い姿勢でっていう風になんないんですよね。最初にこう形を決めるじゃないですか。そうすると、あ、疲れたと思って、じゃあ次吹こうと思った時に、この猫背のまんま吹こうと思っても、ここの位置が合わないので、ここはもう固定なので、だから常に演奏する時はいい姿勢で演奏できるっていう利点があると思います。そしてもちろん肩こりがしなくなってきますね。やっぱりファゴットってストラップをいろんなの試す人がいますけど、僕ももちろん20代の頃はめちゃめちゃいろんなストラップを試してましたけど、なんで試すかっていうと、やっぱりその楽器を持った時の感覚が全然ストラップによって違うんですよ。で、もちろん肩こりがね、慢性的にひどくなってきます。で、30超えたら大体どんなストラップ使ってようが
慣れてくるよって先生に言われてたんですけど、本当に僕は30過ぎてから肩こりとかそういうのを楽器持ってて辛いなっていうふうに思わなくなりました。でだんだん体が慣れてきて、もう肩こりがね慢性的になりすぎて自分では全然感じないんだけど、なんかマッサージをたまにしてくれる人なんかに言わせるともう硬すぎるって言われますね。だそれぐらいまあ体が慣れてきちゃうんですけど、そういうのが嫌だっていう人はやっぱこのシートストラップは一番いいのかなと思います。本当に自分がいい姿勢で肩とか首とかに負担がなく、まあもちろん手にはね若干楽器の重みがありますけど、それも普通に演奏するよりも軽減してくれるのでいいかなと思います。あとはこの左手がやっぱりどうしても起点になってしまうので、こっちであんまり押し付けられないので左手に割と負担がきますけれども、でも普通にこう傾けて演奏するよりはこう立てて演奏してたらそこまで左手にもかかんないので、これに慣れてくればいいのかなと思います。ただ吹奏楽の人にはあまりおすすめできません。この特に中高生の吹奏楽の人たちっていうのはスタンドプレイがあるじゃないですか。立って演奏しなきゃいけない時にこれはもちろん外れてしまうので、これ座った時にしかできないので、それはちょっと問題かなと思いますね。オーケストラでただ座ってるだけの人たちは全然シートストラップでいいと思うんですけど、実際にプロのオケマンでもシートストラップで演奏してる人って多いですからね。ですが立って演奏する時っていうのは別にもう一つストラップをつけておかないとスタンドプレイができないので、そこら辺は考えてみてください。だから座って演奏してる時どうしても普通のストラップだと体がきついっていう中高生の吹奏楽部の人はシートストラップを普段使っといて、だけどさらに首のストラップとかを、もともと持ってる首のストラップとかをここにつけといて、スタンドプレイの時は普通にその首のストラップで演奏するようにして立って、でまた座る時になったらシートストラップにまた戻すっていう風にしたらできるのかなと思います。のでこのシートストラップは結構おすすめです。座って演奏することが多い人は特に体に負担がかからないのでいいと思います。でまあこれ革のしっかりしたやつですけれども、結構ねAmazonとかで調べても5000円以内で買えたりするので、3、4000円で売ってるのもありますので、よかったらぜひ試してみてください。ということで今回はストラップ紹介、スイートストラップについて紹介してみました。エビチャンネル、このようにファゴットを中心にクラシック音楽さまざまなことについて発信していきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンをお願いします。それではまた。